スノーマン紅白でなくて EN いいスペ、ジャニー氏の卑劣再びの一方、NHK 会長は圧力発言炎上の超殺伐事態。10月20日に放送された NHK スペシャル、ジャニー北川、アイドル帝国の実像。23日水曜日に深夜24日午前0時40分からに再放送もされる同番組が波紋を広げている。 ジャニーズ事務所創業者のジャニー北川氏、去年87と、それを隠蔽してきたジャニー氏の姉、メリー北川こと藤島メリー安子氏、去年93、彼らの人生に深く迫ったドキュメンタリーによって、旧ジャニーズタレントの受け皿である新会社スタートエンターテイメントと、NHK 紅白歌合戦のオファーをめぐる話にも、改めて注目が集まっている。NHK スペシャル。 以下、N スペは NHK の社会部の強い意気込みを感じさせる、攻めた内容の番組でした。身内、元 NHK 理事で現スタート社顧問への直撃取材、さらにジャニー氏が多くの未成年に加害を行ってきたことを週刊誌の敏腕記者がメリー氏に追求したら今から服を台で警察に電話すると言われるという。 明らかな脅迫で事実を隠蔽しようとしたエピソードなどが紹介されましたね。ワイドショー関係者。特に視聴者から怒りの声が上がったのは、スマイルアップ、旧ジャニーズ事務所の被害者遺族に対する対応と、その際の電話でのやり取りだろう。N スペでは、ジャニー氏の被害者で初代、ジャニーズのメンバー、中谷二さん、去年21分の74年没の姉、 幸子さんに対するスマイルアップの対応を取り上げていた。その電話応対では、同社の保証本部本部長はため口まじりの返答をしたり、中谷与さんが1989年10月に出版した著書、ジャニーズの逆襲、データハウス社で被害を告発していた件に触れて会社、ジャニーズ事務所も暴露本の被害者であるかのような物言いをするなど、 あまりの態度の悪さに批判が殺到したのである。改めて、ジャニー氏の卑劣な行為、そして事務所の反省がないような対応が描かれたことで SNS も大荒れだが、事務所だけでなく、NHK のダブルスタンダードとも言えそうな動きを問題視する声も出ていますね。全土というのだ。NHK はジャニー氏の課外問題を重く受け止め。 昨年9月から旧ジャニーズと及びスタート社との取引を停止。23年末の NHK 紅白歌合戦にも旧ジャニーズを出場させなかった。しかし、先の10月16日に行われた定例会見にて、スマイルアップの保証業務と同社とスタート社の経営分離が進んでいることを評価。スタート社タレントの起用再開や、 それに伴って同社タレントが紅白に出場する可能性があることを発表したのだ。昨年末の紅白は世帯視聴率が一部、2部ともに過去最低だった。そのため今年はより視聴率にこだわると言われており、ゼガヒでもスタート者からは大人げグループ、スノーマンに出場してほしいと、すでにオファーをかけていると言われています。一方で、 エヌスペのジャニー氏とメリー氏の特集では、スマイルアップの被害者遺族への対応があまりにもひどかったものであることを世にさらすものであって、同社が保証業務に本当に真摯に向き合っているのか疑問に感じられるものでした。NHK 内部が一枚岩ではないということでしょうが、社会部が事務所を厳しく注視する内容のドキュメンタリーを放送しておきながら、局上層部や、 紅白がタレントの起用再開を発表することに、不信感を抱く人も多いんですよね。前室のワイドショー関係者。X には。あんな番組作っといて紅白にジャニーズ出そうとしてる NHK のダブスタっぷりに、わろた被害保証進んでないと思うなら解禁しなきゃよいのに。スノーマン紅白でなくていいよ。NHK 言ってることとやってることずれてるよ。 保証は十分だと言ってるが、あんな電話のやり取り見せられたら全く十分じゃない。視聴率のために解禁してる。といった声が寄せられている。SNS、ネットは大荒れとなっている旧ジャニーズと NHK の問題だが、取引再開が発表された10月16日の定例会見では、稲葉信夫会長が、旧ジャニーズタレントへの圧力かとも受け取れる発言をしていたと。 問題視する声も多い。稲葉会長は10月16日の定例会見で、タレントが不当に巻き込まれるのはあまり好ましいことではないと思っていた、と前置きした上で、新会社、スタート社から出て独立したり、別の事務所に行ったりとすれば、契約することができると明らかにして、不当にタレントの不利益にならないように配慮してきたつもり。と発言。 大半のタレントがスタート者に移ったした現状を私の予想とは異なる展開だった。なぜ事務所出てこられないんだろうと試験を述べたが、これを NHK 会長から旧ジャニーズタレントに対する圧力だと指摘する声で SNS は沸騰。なかなか言っちゃいけないこと言ってるよねこれ。 タレントは何年も事務所に思い入れがあって誇りを持って活動してるのに簡単に独立遺跡言うのは失礼どころじゃない。独立遺跡したタレントだってそんなホイホイ決めてるわけじゃないのに。遠回しに所属タレントに圧力かけてましたって言ってるという解釈で間違ってないよね。結局業界全部これじゃん。所属タレント強括してましたって宣言してて草不当に巻き込んでるのは 明らかにそちら側。